じゃあやってくれ。久しぶりです、うん、うい今日から久しぶりのアサベンジャーズ。アサベンジャーズといえば私、はい、クフ、クフクです。 あそうクフク9個の服をお届けするクフクがやってきました。すごいね、富の分配半端ないです。半端ないですよベーシックインカムです。ベーシックインカムいやー本当それですね。今回はですね、自分たちでその制限のない世界をまず考えようという、制限を作っちゃってるからチャレンジできないと、いうのをですね、すごく昨日僕はあの主の人から言われたんで。主いやそれは無視した方が無視した方がいいですか。うん、ダメだだからですね、ちょっと考えてたんですよ。つけてたんです、昨日。おいおい。5億円あったら何しようかなって。うん。そしたらですね、なんか、2つに分かりますよね、まず。うん。自分がどうしたいか、うん、なんか世界をどうしたいかみたいな。うん、なるほど。で、今までどちらかと自分だったんですよ。なんかこういう生活したいなとか。おいおい。で、世界をどうしたいって考えたときに、うん、5億で何ができるのかなとか、うん、今何がこう問題というか、なんか世の中の仕組みでなんかどこかが牛耳ってるところをぶっ壊しに行きたいなみたいな。じゃあそれって何なのかって時、まずはやっぱり昨日話してましたけど、その生きていく上で必要なその経済活動をしなきゃいけないっていう部分で、結局それがネックになったらチャレンジが終了みたいな。ってなると、まず第一にその5億あれば自分の生活を度外視すれば、なんかこう新しいエンジェル投資家じゃないですけど、あのカイジみたいな世界が作れるかなと思って、うん、いやまだいい意味でのですよ、うん、チャレンジしたい集団に対してお金を投資しますっていう、うん、でそのテーマは僕はやっぱり自然が大好きなので、うん、自然を壊してるものって何だろうと考えた時に、やっぱり人間が使ってるエネルギーだと思うんですよね、うん、火力発電、風力発電とか原子力とか、で巨大化しちゃってもう資源が無駄になりまくって、場所も使うし環境破壊起こってるしみたいな、うん、でこれを、まあ、新しいこうエネルギー革命みたいなので、今なんかいろいろ言われてますよね。脱炭素でしたっけ、炭素でしたっけ、うん、新しいエネルギーを作るためのこう企画みたいなのやりたいんですよ。なるほど。で今の世の中ってどんどんコンパクトになってるじゃないですか、うん、だから多分もう電柱とかいらないんですよ。なるほど。コンパクトにして、うん、っていうのをですね、僕はまだ全然調べてないんです、知識がないので、うん、そういったなんかこう経済の仕組み、結局それって新しいエネルギーをこう提案できれば国自体も動くわけじゃないですか。で国の予算って無駄なエネルギーに使ってた予算がこう全部そっちに行ければ、もっと税金とかの部分も変わってくると思いますし、なんかすごく抽象的なんですけど、そういう活動を豪華だったらやっていきたいなっていう。なるほど。ええ、思って、うん、で僕は個人的にですよ、うん、そのエネルギーを生む力って、まあ、人間じゃないですか。人間が頭で考えて何かをするわけで、でエネルギーって結局宇宙ができた時ってなんかこう巨大隕石がぶつかったみたいな、爆発が起こったみたいな感じじゃないですか。おいおい多分あんま知らないです、多分僕よりも多分夫婦の方が多分詳しいと思うんですけど、まあそれはね誰も見てないからまあそうですね、よく言われてるんで。確かに、まあそう言われてる。でも飛行機がこう
バーって離陸するときも爆発エンジン音がブワーンってなるじゃないですか。うん、うん、すげえスピード出るから。ええ、だから人間の可能性を広げるにも爆発を起こせばいいんだなと思って。うん、なるほど。で、爆発ってじゃあどうやって起こるのかっていうと、圧力と容器の強さなんですよ。うん。圧力かける容器の強さなので、容器の強さって体の強さじゃない、器、体としての器。うん、で、圧力っていうのは、まあ、今で言うとこう環境的要因だったりとか人間関係のストレスとか見えないもの、要はストレスですよね。でそれに対してのこのなんていうんですか、この器がゼロだったらストレスに押し潰されてだいたい鬱になったりとか、うん、爆発が起こらずにプスプスプスってそのまま消え去るみたいな。だその爆発するエネルギーを爆発させるための土台を作っていきたいっていうのはあります。そのためには僕はその、うん、要は重圧だったりとかプレッシャーっていうのが一つポイントだと思ってて、だからそういう意味ではあの悟空がナメック星に行って使用してたあの宇宙船の重力部屋みたいな、なるほど、均等に体のに均等にこう圧をかけるって、いやもう重力を変えるしかない、うん、なるほど。そうしたらね、人間今なんか飛行機でしたっけ、 F1 レーサーとか 10G が最高かな。ああ、なんか 10G 言いますよね、 10G だなので、うんと 1G だから60キロで600キロの体重がかかるみたいな、一気にガーンって、うんうん、でも足の骨ってこう基本的に片足600キロの体重、600キロの圧力に耐えられるんですよ。おえ、実は潜在的には、潜在的に、まあ、科学的な問題なんで人知を超えるんで、うん、まあ分からないんですけど、まあなんか人間は 2,3 割の筋力しか使ってないというか、そう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 、でそれって結局スリルを、さっき言ったようにこうプレッシャー重圧がカジバのバカ力じゃないですけど、頭で考える前にブワーってこう出てたものっていうのが、うん、そういう環境っていうのはスリルだと思うので、うん、まあ、そういうのも含めてなんか、まあ、今のはこう重力、自分の自己能力を上げる部屋みたいなのも作りたいなっていうのはあるんですけど、根本はそのエネルギーですよね。第なんか何個目か分からないですけど、そういう活動を豪華だったらしたいなと思いましたね。うん、なるほど。ええー。